間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。本日ご紹介いたしますのは、以前にもこの動画ではご案内しておりますが、ドイツの名工ヨアヒム・シャーデのバイオリンについてです。お読みになった方もいらっしゃるかもしれませんが、日経新聞の心の玉手箱という連載コラムがあるのですが、そちらにバイオリニストの徳永恒夫さんが、その連載を担当した期間がございました。でその中でですね、徳永さんが、お使いになっているバイオリンの一つとして、現代の名工このヨアヒム・シャーデのことについて、軽く触れられておりました。実はこのシャーデ、ヨアヒム・シャーデ、昨年の夏に亡くなられたわけですが、現在幸運にも当店には4台のシャーデがございます。そのうちの3台はお売りできる楽器として皆様にご案内しているわけですが、今回たまたまお客様のバイオリニスト、アマチュアのバイオリニストですが、お客様の酒井さんが当店にお見えになりまして、その3台を弾き比べてくださることになりましたので、その動画を作成いたしました。もうすでに1台ずつの動画はアップしてしまいましたので、そちらをもうすでにご覧いただいている方もいらっしゃるかと思いますが、1台1台の動画のURL に関しましては、この下の案内の方に載せておりますので、そちらから1台1台の動画、1台1台の楽器の動画につきましては、聴き比べていただけたらと思います。